はいさい、実は SK 型のフォレスターは空調の設定を4つのモードに切り替えることができます。今回はその設定方法を紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。まずこのインフォメーションボタンを押します。そうするとこちらの画面が切り替わりますので、エアコンの設定を選択します。こちらが空調基本設定になります。ノーマルが通常の空調モードです。マイルドは穏やかな空調モードです。風量を弱めて変化感を和らげます。エコは空調全般を弱めにしたエコ空調モードです。アイドリングストップを長めにし燃費を優先させます。パワフルはエアコンの作動をしっかりと感じられる空調モードです。冷房、暖房ともに強めの設定となります。アイドリングストップを短くし空調機能を優先させます。乗員連動機能もあります。こちらは鉱石の乗員有無に応じた空調作動に自動で切り替えます。これにより快適性と使い勝手が飛躍的に向上しました。従来であれば前の席の風が強みに設定されていました。ただ SK 型フォレスターは後ろに人が乗っていなかった場合は前の席の風は抑える設定になっています。もちろん人が後ろに乗っているのであれば強めに風が出るようになっています。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。